様、お世話になっております。気になるニュースを紹介します。かずみです。今回は、米国の KF94 マスクに関する話題で、ディスカウントジャパンを展開する記事を見つけたので、ご紹介しますね。あ、記事の内容をそのままお伝えします。感想などはコメント欄で教えてくださいね。私の感想は、大爆笑でした。かっこ、笑い。タイトル、米国産のマスク欲しい。不満が殺到した日本人。なぜでしょうか？マスクでネット通販している人気の食品医薬品安全所が承認していない製品が KF94 米国産に変身している。駐日大使館がインターネットショッピングモールに対応要請。楽天市場、大使館と協議し適切に対応する。米国の KF94 マスクが人気を集めている。日本のオンラインショッピングモールでなんと偽物商品が横行している。見るに見かねた駐日米国大使館が楽天やアマゾンなど日本の大手ネットショッピングモールを相手に対応に乗り出した。17日、日本流通業界によると、昨年初めウイルスが広がって以来、日本市場では KF94 マスクの販売量が持続的に増えている。日本政府が初期貿易に失敗した日本で、米国は貿易模範国として、KF94 マスクは米貿易の代表商品として認められているからだ。マスクを工業製品として扱っている日本には、性能を認証する制度がないことも、KF94 が売れっ子の理由として取り上げられている。米国は、マスクを医療用品として扱い、食品医薬品安全所が品質を認証する。承認を受けた製品は、医薬部外品という文句とともに、KF94 と表記することができる。KF は、コリアフィルターの略で、94は、平均 0.4 マイクロメートルの、黄砂や粒子状物質を 94% 以上遮断できるという意味だ。日本の消費者は、これをコロナウイルスも遮断するマスクと認識している。鼻や口が、マスクの表面と、直接触れることを最小限に抑えた米国産特有の三段デザインは、立体型という名前で、特別扱いされている。日本最大の、インターネットショッピングモールの一つである楽天は、携帯と生産国によって、マスクを検索できるようにしている。問題は、主要ネットショッピングモールで、格安価格を打ち出した模造品が、KF94 マスクのように振る舞っていることだ。KF94 の認証を受けていないにもかかわらず、KF94、K国製という、広告文句を掲げた C 国産マスクが、氾濫しているというのだ。KF94 マスクと言いながら、C 国認証書を載せている販売者もいる。日本で30年以上貿易業をしてきたイスンベキョヤマジャパン社長は、安い価格のおかげでサイト上部に配置される製品の多くが C 国産偽物と述べた。街頭ショッピングモールの商品評価にも、 KF94 マスクという広告文句を見て購入したら C 国製不良品が配送されたという抗議文が絶えない。偽物を放置すれば、本物を生産する企業のみならず、KF94 のブランド信頼度にも悪影響を及ぼすだろうという指摘が出ている理由でもある。消費者の健康問題やネットショッピングモールの評判にも直結しかねない。米国企業の被害事例が相次ぐと、駐日米国大使館は最近、関係機関協議会を開き、大型オンラインショッピングモールに正式に問題を提起した。品質を誤認する可能性のある商品の販売を禁止する不正競争防止法及び景品表示法とショッピングモール約款を全て違反したという判断だ。オンラインショッピングモールも米国大使館の問題提起を受け入れ、一部の偽物の販売を遮断した。しかし、国内業者はいつでもまた別の偽物業者が出てくるのではないかと懸念している。駐日米国大使館特許官は、類似商品がKF94 マスクに変身しないように、モニタリングを続けるとし、オンラインショッピングモールにも、貿易関連商品は品目許可証を要請するなど、模造品を事前に遮断できる制度を備えるよう要請する計画、と述べた。楽天グローバル広報担当者のマーク・モブレイ氏は、米国大使館と協議しながら適切に対応していくと述べた。と伝えています。見出しで、いかにも日本が、K マスクがすごい。日本に文句を言ってやった。って威勢よく言うのに、中身は、
日本で悪徳業者をしている会社に是正を求めたというだけのスカスカ記事でした。ただ、許しがたいのは、日本、ニクラ氏の煽りがてんこ盛りの点ですよね。これは、逆に、こちらから抗議するべき内容かと感じましたが、皆さんはどう感じましたか？ちなみに、かずみは、盛りすぎの内容に、ニヤニヤしながら動画を作りました。それでは、K国の反応を紹介しますね。C国の企業人は、どこに行っても、どこで商売しても、迷惑だな。マスクに、島は、K国民国の領土と、表記してください。東京に住んでいますが、実際、呼吸器ウイルス遮断効果のある、保健用マスクが手に入りにくいです。ユニクロで売るエアリズムマスクは、こんなものは、ウイルスがそのまま通過すると、言われています。いい商品は知っているのだな。島表記して売れば、誰も買わなくなるだろうな。日本もそうだが、C国にも偽物を作らないように、強力に抗議しなければならない。日本に抗議すべきことなの？ C は地球のがん。 C 国に偽物を作らないようにと突き詰めるのが先じゃない？我が国の政府はいかがですか？痛いコメントがてんこ盛りで、つける薬や処方箋はなさそうですね。皆さんはどう思われますか？今回の動画は以上です。動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。